はい、今外しました。ハイの方のですね、キャブの方が、まあ、同じなんですけど構造はカーナーよりもシンプルです。はい、でここがオートチョークの穴で、これですね、これがですねチョークのレバーを引くと出たり下がったりします。今オフの状態で出てるんですね。でこれが、チョークを引くとこうなります。このチョークを引くとここが上に下がります。で戻すと出てくる。これでチョークが効いたり効かなかったりするんですね。なのでこのケーブルごとどこかカーナーのロシニョールのどっか場所に移設すればいいだけのことなんですよ。でこちらをつければいいだけなんで。それではですね、ハイの、キャブを分解していきます。もうハイのキャブはですねもうかなり分解してるんで慣れてるんですけども、まあしかもこれも一回多分ね開けられてると思うんでそんなに硬くないと思うんで開けます。まずこのパカッて開かないっていうことでちょっと開けました。なあ汚い、これは汚いね。底面がもうゴミだらけですね。カーナーのやつとスワップしますか。当然穴は開いてませんと、メインジェット開いてませんと。あいよ、撮影中やったから今撮影してた。大丈夫、元ラボです。元ラボ遊びに来てくれました。どうしたん今日。あのステッカーをね、ああステッカーねもらってもらいたくて。わかりました。すげえ、めっちゃかっこいいよ。こんなにいっぱいいいの。はい、配って、っていう、わかりました。いたら、じゃあのカッサンチャンネル見てる人で元ラボチャンネルのステッカーね欲しい人、限定10枚ぐらいあるんでよかったら置いてますね、来てください。僕もあのオフ車ね、はい、今セローが出来上がったらぜひ、はい、ツーリングお願いします。カッサンチャンネル、おえー、はい、精密ドライバーで外れましたね。スロージェットは精密ドライバーじゃないと外れません。これです、これです。全然穴開いてません。側面は開いてましたけどね。抜けるかな。お、抜けた。優等生ですね。これも固着して抜けない時があるんで、はい、先っぽ見ましょうか。大丈夫ですね。段付きなんてないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。カーナーは、あれ、カーナーは一つしかなかったのにこのキャブ使えるのかな。使えるよね。こんなの取らんでもいいんですけどね、多分いけてると思うんですけどね。おお、ここにオーリングある。オーリング入ってる。泡風呂に入っていただきます。もうないんですよねキャブクリが。海に沈めときます、海に沈めときます。はい、はい、それでは向こうがですねキャブで、やってる間に、洗浄してる間に、このオートチョークのねこれ取り去りましょう。はい、ハイが裸になりました。頭ここだけですね。ここさえ外れればまあチョークですね、チョークはもうカーナーに移設できると。はい、取りました。ここ真ん中にネジあったんですよね。だからこれ取るだけでハイのチョーク取れました。これをカーナーに移設すればいいだけなんで、あとはキャブの掃除だけです。お、はい、また何かあったらですね、はい、また助けてください。こういう部品とかですね、ねアクセルワイヤーとかも結構いいのありますからね、まだまだお世話になります。はい、カーナロシニョールですけども、一応ですね廃用の、
キャブの準備はしているんですが、今の動画見てもらったように、ちょっといけそうなんで、はい、オートチョークキャンセラーでちょっと調整してみたいと思います。はい、キャップに、超強力両面テープを内側に入れて圧をかけて、オートチョークの線を塞ぎました。これでちょっと様子見たいと思います。はい、さっきですね、ちょっとアイドリングでタイヤが軽く回ってたんで、ちょっとだけ、緩くして、塞いでやりました。まあ、塞いだことと、あとね、ここ閉めてなかったんですよね。ここちょっと開いてたんですよ。だからちょっと吸ってたので、これでちゃんとまずセット出さなあかんなと思ってます。タイヤも回ってませんし、さっきよりもアイドリングで安定してるし、一発でかかったし、ちょっとね、今からテストで走ってきて、多分これでいけると思います。ということで、MDF を後にしてですね、ロシニオール深夜の、チェック走行に行ってみたいと思います。オン。いいですね。普通に走ってますね。うん、悪くない。明らかに音が変わった、うん、いわゆるそのパワーがしっかり出てるね。シリンダーとピストンのクリアランス、まあ、そういう部分っていうのがしっかりされてるでしょうね。ちょっと明るいところである程度止まってみて、でバイクを止めてアイドリングの状態ちょっと見てみましょう。まあオートチョークキャンセルしてるっていう、手法っていうのはシールドするんですね。オートチョークをキャンセルする手法っていうのは、なんか他のリオやったかな、なんかネットで探したんですけどあるみたいで、逆にトラブルの元になるということで外してる人結構多いんですね。でこのカーナのオートチョークの機構っていうのが、そのシリンダーの熱を感じたら、その熱を感じて、中に入ってる電熱の銅の棒みたいなのに、まあ、グリスが乗ってやって、それがその熱さを検知して、多分そのキャブの中にあるグリスみたいなのが熱せられて、それで、なんかみたいなことなんですけど、もうすでにそんなグリスなんかもうなくなってるんちゃうんかなって。別にそれでも指導性悪くないですし、こんなクソ寒いのに一発で先からどんどんかかってるんで、でまあキャブのセッティング自体はもうすでに出てたんですけど、感じ的には今アイドリングしますね。あ、それでもまだ高いぐらいかな。あ、ちょっと高いかな。なんでかっていうと、そうでもない、まあ、それはバイクのパワーが上がってるのかな。なんか前まで結局なんでキャブのセッティングがなんかこう決まらなかったかって言ったら、キャブのパワーをもう濃くして上げることだけでしかもうパワーを出せなかったんですね、ロシニオールは。要は首振ってるってこと、これだけ落ちてますもん、パワーが。マフラーから出てくるポッ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 っていう力が全然なかった。それを初めは、まあ、マフラーが詰まってるからっていうことで、まあこうなんていうか納得しようとしてたんですけど、じゃなかったってことですね。単純に排気、まあこのパワーがちゃんとロス、まあロスが落ちてたってことですね。で、まあこういう明るいところでちょっと迷惑にならへんところに止めてアイドリングしてる状態の音とか雰囲気見てみます。あ、高いな、アイドリング全然高い。
これはまだタイヤも、もうちょい低かったな、アイドリング。全部セットしてもうた。ちゃんと、鈴木は作ってますね。ここでやっぱりこうやってやって、下からライト当ててやったら、ちゃんと調整できました。これでもう一回テストいきましょう。状態見ようか。低い。これは低い。はい、テストいきまーす。これは今とだいぶ薄いと思いますね。はぁ、疲れた。はぁ。でもアイドリングして温まったらどうなるかを見るのにはいいですよね。かなり低いですよ。今は。どうなんだろうか。ね、温まってちょうどいいんだったらまあありかなと思うんですよね。セルフチョークでアクセル赤気味でエンジンかかればまあありかな。でも結構回したんでね、グビってちょっと回しすぎやったかなってちょっと反省してるんですよ、自分の中では。ちょっと見てみましょうか。あ、それでもほら温まったらタイヤ回ってる。あ、ほら周りがめっちゃ遅くなった、タイヤの周りが。どうなんかな。でもそれでも、まあこのぐらいの周りやったらまあ許容範囲かな。ほぼ回るか回らんかぐらい、タイヤが。ほらもう回れへんね。タイヤマフラーからの排圧は、あ、ちょうどいいね。さっきはちょっと多すぎたもんね。うん、このぐらいでちょうどいいと思う。うん、回るか回らんかぐらいやから、いいかもね。これでまあ、冷感時、めっちゃ寒い時でも、毎回ちゃんとエンジンがかかって、まあ、鳴らし終わり全開で、60巡航できればありやね。なるほど。なるほど。じゃあありやな。うん。まあオートチョークキャンセルカーナの事例がね。ただ本当はキャブ開けてそのオートチョークにつながってるところの例えばスプリングみたいなのがあったらそれ取るとか。なんかそういうのも一つの手なんですよね。だからそういうこうもう本当に機械的にやっちゃうみたいなねことはあるんですよね。例えばね、僕が見たやつはなんかキャブの中のそのなんか針自体を抜いてその上に1円玉かを2円かぶせてほんでなんか蓋するといいみたいな、やってました。でも、なんか笑けんのが、それやったら、なんか、何だかな、お金をそんな風に、何、お金をそんな風になんか使うのは、法律違反だみたいな書き込みがあってみたいな。めんどくせえよみたいな。どうでもいいじゃねえかよみたいな。2円ぐらいいいだろ。自分の自由にしても2円ぐらいみたいなね。いや、紙幣を燃やしたりなんやかんやしたらダメですけど、2円、よくね?2 円ぐらいっていうね。まあでも一つだけ言えることは、結構アイドリングしても走っても全然、なんやろ、調子が落ちてないってことなんですよね。はい、見ましょうか。まあタイヤはちょっと回ってますね。もっと下げれるんやろな、アイドリング、本当は。アクセルの突き。アクセルの突きちょっと悪いな。もっと反応しても良さそうやけどな。
この辺のこうシャープさがないよな。それなんでなんか分からんけど、とりあえず今日は完成したし、酒でも一本飲むか。